ここは富山県氷見の栄公園。前は富山湾だの。うん、ちょっと朝気持ちいいからの、めったにない気持ちいい朝なんだ。富山県氷見市、みんなも元気出して、よし行こう。ロケーションがいいの。まあ8時半ごろだからの、これまだ人は空いてないが、まあ昼になっても空いてるんかの。観光客がのちょっとまだいてないからの、なかなかこの海といい、向こうの山といい、お家といい、気持ちいいの。どうじゃどうじゃ。うん、皆さんもこんな景色を見たいと思っての、今日は秋晴れで海の色と空の色一緒じゃないかこれ。うん、どうだ、わかるかの違いが。何の違いだ。うん、海と空なんじゃ。これがのこの違い、まあ色はのちょっといろいろ同じような色でも違うが、なんとも気持ちよくないか。うん、この方角には立山連峰が見える時もあるんだがの、今日は霞がかかっていて見えないわ。向こうに映っているのがの道の駅氷見で、こちらが公園になっているんだ。お風呂もありそうだの。なかなか氷見の町も綺麗の。うん、ちょっと歩いてみようか。ちょっとの、なかなかのこんな山は見れないぞ。広々としてこういう景色。うん、朝から気持ちいいわい。すがすがしい。うん、なかなかのいいもんじゃ。こういう広々としたまあ建物も低いしの、山もいろいろ連なっていて、海があり、まあ私の好きな景色なんだ。ほれほれ。また幸せの鐘かな。うん、海を見ながら
いもんじゃの。うん、これの右側にあの立山が映っておればの最後だったんだが、霞がかかっていての、まあ遠くまで見えないが、なかなかいいもんじゃの。ここがこの公園の中心的なところかの。うん、なかなかの気持ちいい朝だから、こんないい天気なのもの。数少ないんじゃないか。うん、このように映るのだ。このように海越しにの見える立山連峰。うん、いいだろう。これはの冬にはぜひとも写しに来たいの。うん、この下に見えてる唐島、ま、唐島って読むんだろう。ちょっと読み方わからないかな。向こうに見えてるだろう。あれだあれだ、あの向こうにのいろんな山が、立山連峰がずらーっと見えるのだ。残念だが、またの機会としよう。うん、綺麗の。何度見てもの気持ちいい景色じゃ。ちょっとここで進んでみたくなったの、この景色を見ながら。うん、皆さんも進んでみたくないか。綺麗なのは山や海だけではなかった。今思いついてのちょっとまた撮り始めたわい。この町並みじゃ、氷見の町もの綺麗から記念に撮っておくよ。皆さんもの、あ、こういうところなのか。まあ、まちまちもの、ちょっと見といてほしい。うん、高いものをあんまり立っていないがの、人々の暮らしが分かるようなところなのだ。うん、ちょっとの、この町の道筋もの、ちょっと見てみようか。うん、きれいだ。いかがかの、ゴミ一つ負っていないだろう。まさしく日本的な場所だと思うの。皆さんのお家も
小綺麗というか整っていての、まあこの道筋一本見ても大体わかるだろう。うん、向こうに幸せの鐘があるの。あの鐘が皆さんを守っていると思うとの、この氷見の町は幸せに包まれているような感じがするの。この光で覆われている町々が、そう思うとの、ここに来てよかったと思うよ。うん、皆さんはどう思ったかの。この町、あの山、この丘、そしてこの海じゃ、うん、全てがここにあるの。ここにいるだけでの幸せのお金を叩かなくても、何か幸せな気分になってきた。それではの、また会う日まで、氷見の